今月何がある？11月って特に何もないか。コカに会いたい、会いたい、みんな会いたいですね。さあ、そっか、今日は僕恋公演がねあったらしい。さっき一瞬だけツイッターを見たんですけど、優香と多分みちゅが同じマスカラをつけてた。なんかツイッターしたんですよ、マスカラ今日は違いますってね。カラーマスカラー、こんばんは。なんかテーマパークに行けるんだって。あ、へえ。コカ推し頑張れってどういうこと？こんばんは。このチュロスで、旅行券がもらえるの？どこの？コカアメーリが楽しみです。嬉しい。時々もうえらい長文をね送ったりしますから。どこの遊園地かによりません？それだって長文と短文の差の激しさの番で確かに私のメールの長文は超長文、超超超超超長文、でも短文はもう短文。だってメール書きながらいつの間にか30分経ってたりするんですよ。音声入力のファンです。お、いろいろなファンがいてる。嬉しい。メールいろんなことしてますね。なんか私なんか確かに。どうですか？よき。嬉しい。聞くね。あ、ギフトありがとうございます。いつもの場面ありがて、いや、こちらこそ受け取ってくれてありがとう。いやーん、ね、母さんがね誕生日プレゼント買ってくれたんですよ。でもそのそう、奮発してくれました。あ、いや、なんか去年何がいいって言われて、母さんと二人で USJ 行きたいとかなんか言ったんですよ。なんかで、なんかそのなんか物的になんかないみたいな、なんかいや普通になんか母さんとこう二人で行きたいって、まあね、子供なので、やっぱりこう、いつもお姉ちゃんやし、甘えたじゃないですか。アーシャはちょっと父さんと家でゲームしとってもらって、母さんは独り占めしたいと思って、まあ、そう思う時もあるんですよ。
ていうのは恥ずかしいとか思わない高校3年生ってなんかいるんですか。普通この時期で反抗期やろ。なんで自分で言って自分でね突っ込まんやろ。いやまあそうなんですけど、なんか物理的にあの高校3年生終わってるんかな。じゃけあ反抗期やね、なあちゃんにね母さん代わり、母さん代わりっていうかもうガチでなあちゃんに反抗期ありました。中学生ぐらいの時にありました。高1高2の時ぐらいになあちゃんにガチ反抗期があって、そこでもすり去ったんです。ナナさんって呼んでたね。確かに。ナナさんって呼んでた。それはまた思い出。確かに波乱万丈ですよ。ほんまにね、ほんまに感謝せんといけんなーちゃん。ちゃんほんまに、いや改めて思うよ。いつからなあちゃん呼びなんだ。え、最初からですねなんかあの最初からなんですよ。なあちゃん、なあちゃん呼びしてねーって言って、まあそう言うじゃないですか。まずあの兼任が始まった頃とか、まあ、ST が補足した頃にまあ連絡網、某連絡アプリであのグループ某連絡網で、グループ連絡網でなんで言ってるんですか、ね、アプリ名。でなんかこれからよろしくお願いしますみたいな、なあちゃんが連絡して、なんかなあちゃんって呼んでくださいってね、なんかこう来るじゃないですか。あ、来たんですよ。まあ連絡してくれるじゃないですか普通。まあそうなんですけど、でなんかあのまあ普通はなんかなあちゃんって呼んでねって言って、まあ、呼ばないじゃないですか。呼べないじゃないですか普通。それで素直になあちゃん呼びできるのがいいってことはないってこと。え、本当ですか、嬉しい。そう、そうなんですかね。あ、だから、あ、だからサッシー、あの初めてサッシーに会った時もサッシーって呼んでねって言われて、わかったサッシーって呼び始めたりサシコって呼んでいいよって言われたら、ライブのステージ上でサシコって呼んだりあれ衝撃だったんですよね多分。普通の人からしたら、普通のメンバーからしたら、てかスタッフさんにヒヤヒヤしたんですかね。え、どうしよう、あの指原さんをちょっとなんかみたいな、なんかないですか、ないか。でそれでなんか、あ、そう、さっしーに横でふーちゃん弾いてた。あ、確かに破したとかに心配しそうです。大丈夫かな、怖いもの知らず。なんか呼び名ってでもあの結構大事じゃないですか。ファンの皆さんだって
もしオンラインお話し会でオンラインお話し会とかでなんかこう私が急にファンの方から海さんはとか言われたらちょっとココアって呼んでってなる。なんかもう距離縮めたいじゃない、距離縮めたいっていうか仲良くなりたいじゃないですか。やっぱココア呼びから始まるのと海さん呼びってもう結構差がありますよね。ユーリーさんはユーリーさんでしたっけ。そうですよ。いや、なんか何々って呼んでってねとか言われたらそのまま鵜呑みにして呼びますよ。ココアって呼び捨てするのも緊張する。え、嘘。え、私って緊張しますか。あ、でもある時からなんか女の子っぽくなったとか言ってなんかあのココアと話すの緊張するって言われ始めましたね。私メイクしたらね緊張されます。よくちょっとキリッとしてるんですよきっと。朝ではない朝ではないアホっぽいね顔してるからね。ピンだと小学生、いや高校3年生ですから。そう、何々って呼んでって言われたらね。総監督はおんちゃん、え、いやおんちゃんって呼んでねって言われたらおんちゃんって呼びますけど、呼びますよ、呼びます。推しだけは緊張する。おお。オフちゃんはそれめっちゃおもろい。オフちゃんって。あ、そう。エリーもエリーやし、まあ同いです。ココナもココナ先輩なんですけどね。レイちゃんもレイちゃんやし、ユキリンさんもユキリンさんはユキリンさん。あ、でもユーリちゃんはユーリちゃん、大田のユーリちゃんはユーリちゃん。なんでユーリちゃんって呼び始めたんか分からん。めっちゃ仲良かったんですよユーリちゃんと。握手会の暇な時間に、もうそろそろ時間やばい。ランキング見ますね。13位タクトさん、12位スエさん、11位ユさん、10位ナルさん、9位スチュアートさん、8位オールグーリンさん、7位ダンゴ部長さん、6位ネココアさん、5位ステックさん、4位ハイケイさん、3位アリくんさん、2位ノッシーさん、1位は誠さんです。ありがとうございます。あ、4位ハイキューさん、あ、呼んだ、あ、呼んだ、呼んだ、ありがとうございますですね。すごい久しぶりにいろんな先輩方のお話をしましたね。
今日も一日お疲れ様でした。皆さん明日からも頑張りましょう。まだ月曜日やね。え、まだ月曜日、やばーい。頑張れー。ゆいちゃんは何きっかけだったんじゃ。なあちゃんから。